はい、皆様こんにちは、カブくんです。今日はですね、羽生結弦選手の精神力、これについてテーマに挙げてお話ししていこうと思います。羽生選手はものすごいね、精神力があるなって、精神力が強いなって思われている方多いと思うんですけども、僕もね、羽生選手の精神力本当に勉強になるなと思っててですね、オリンピックの特にショートプログラムでノーミスっていうのが本当羽生選手素晴らしいなと、2分50秒間でめちゃくちゃ短い期間にね、本当ノーミスなね、練習っていうのを詰め込まなければいけない、その2分50秒、たった3分以内で、決まってしまうね、そういった大会でですね、どんなに強い選手、浅田真央ちゃんもね、失敗しちゃったりとか、それからネイサン・チェン、もう本当に鋼の精神力を持っているはずのネイサン・チェンやね、それからあとは誰だったっけな、松田さんもね、ちょっとそっちで失敗しちゃったりとかね、そういった意味でそのショートプログラムで本当にね、どんなに強い選手でも金メダル確実って言われていたネイサン・チェンであったとしても、パトリック・チャンでもですね、ショートプログラムでミスが出てしまうんです。でも羽生くんはですね、非常に大事な大会 のオリンピックでですね、ショートでミスしないんですよね。でソチの特にソチではですね、ショートプログラム団体戦も、個人戦もどっちも成功させてます。そしてピョンチャンのショートプログラム完璧でした。そういった意味でショートプログラムは本当に羽生くん強いなっていうふうにも思ってて、ショートプログラムで、ね、いかにこう貯金をね、つけることができるかっていうところが、貯金を他の選手よりもね、点数を上げて貯金を残すことができるかがですね、かなり羽生選手の強みになってくると思います。まあ、ショートでかなり得、ショートはかなり得意っていうイメージがあると。まあ、それすなわち精神力がすごい強いということです。やっぱり短いね、フリースケーティングに比べて短いので、それだけでも濃密な、濃密なプログラムにしなければいけない。ミスが出やすいっていうのがある。プレッシャーが非常にかかりやすいっていうのがあるんですけれども、羽生選手はそういったショートプログラム得意っていうところで、まあ、精神力がね、強いっていうふうに見ていくことができるわけですね。まあ何もショートプログラムだけじゃなくて、まあいろんな場面でですね、逆境に強かったりとか、本当にその精神的にね、病んでしまう、怪我をしてしまった時に、普通だったらですね、僕はオリンピックに出られないって悲観してですね、ちょっと投げやりになっちゃったりするところを、羽生選手はそうもしないで、しっかりともう逆にこの怪我をいい好機に捉えて、それを目指していけるという、その精神力の強さで、本当にね、もう見習わなければいけないなと、普通だったらですね、心が折れて、なんか自信なくしてしまうっていうのがあるかと思います。僕もそうなんですけれども、そういったところが羽生選手は素晴らしいなというふうにも思うので、今日はその羽生選手の精神力なんで強いんだろうっていうふうにね、お話をしていこうかなっていうふうにも思います。まず一つ目なんですけど、先天的、もう天才なんじゃないかということです。まあ、つまり精神的な強さというのは、学んで、僕みたいにどうやったら精神力を強くしていけばいいのかって分かんない場合、どのようにすればいいか勉強する必要があるかと思うんですが、もうそもそも羽生選手という、その生まれた時からですね、まあ天才、才能があったと、先天性ということでですね、先天性の精神力の強さっていうのを誇っていたんじゃないかというふうにも思うわけですね。まあそういったところが、あるとね、まあそういった感じになってくると、まあちょっと対策のしようはないんですけれども、まあ羽生選手を見ていると、もうさ結構ちっちゃい時からもう自信満々で、どんどん自分のね、例えばちょっとハンディキャップ、ちょっとなんて言うんだろう、喘息があったりとか、結構他の選手はね、普通にできるのに、羽生選手にはできないことは、ちっちゃい時は結構多かったわけなんですけれども、そういった壁をどんどんね、打ち破っていく、もう僕は絶対できるっていう自信とね、自信がもうちっちゃい時からどうやらあったような感じがするわけです。そういう天才的なね、自信、そして天才的な精神力っていうのが、まあ、ちっちゃい時からあったと思うので、まあ、本能かなというふうにも思います。羽生選手のね、精神力の強さというのは、もう本能なんじゃないかというところで、まあこればかりはね、対策のしようがないんですけれども、羽生選手を見ているとそういうふうにも思うわけですね。2つ目、初動が大事ということですね。初動が大事、つまり初動がですね、初動でいかにこう頑張るかによってですね、その後の壁の越え方が分かるわけですね。例えば羽生選手とかを見ていると、ちっちゃい時は確かに先ほども言いましたけれども、結構壁が大きかった部分があったと。結構ね、スケーティングにね、自信がなかったりとか、自信がなかったというか、スケーティングをする時にちょっと荒削りになったりしてですね、ジャンプだけの選手みたいに言われたことが実は昔あったかと思うんですけれども、ジャンプだけではスピンも素晴らしいんですけれども、そういう時にですね、なんだろう、壁がやっぱり大きい時にどのように練習をすればいいかとか、スケーティングもね、ブライアン・オーサーのところについて素晴らしい、もう世界一素晴らしいスケーティングになったりとかですね、壁の打ち破り方がですね、分かってきたと。で、その初動が大事だということですね。この初動でもしも諦めてたらですね、頑張るっていうことはできなくなってしまったっていうのがありますので、まあそういったその初動でしっかりと頑張って、
壁の越え方が分かったっていうところが自信につながって、それが精神的に強くなっていった精神力を強めていく要因になっているんじゃないかなっていうふうにも思うわけです。まあ、つまりですね、一番最初のところ、本当に基礎のところでパッションがあるかどうか、情熱があるかどうかっていうところがこれは大事で、その情熱がなければ壁を越える自信もないわけです。そうすると、まあ、越えることにですね、まあ、その自信がなくなって、自信がついていくわけで、そうすると自然的に、あ、僕はこのようにすればいい、このようにすれば勝てるというシナリオを予想の未来のシナリオを立てることができるわけですね。まあ、ですので、この初動をしっかりと頑張れた羽生選手はですね、まあその初動がうまくいったその自信っていうのがついて、その自信すなわち、精神力の強さに、なんだろう、精神力の強さを、増しているんじゃないかということですね。続いて3つ目、ちょっと怒涛になっちゃいますけれども、ゲームになります。はい。ゲームのおかげで、精神的に強くなっているんじゃないかなと思います。これは羽生選手だけじゃなくて、宇野昌磨選手とかね、それから田中定治選手もそうだなというふうにも思いますが、彼らはやはりゲーマーなんですね。で、ゲームをすごくやるとですね、集中力がすごい増すわけですね。はい。まあ、ゲームはかなりね、悪影響を与える。もちろん、目とかにはね、悪影響を与えてよくないってあるんですけれども、一方でね、昔、そのゲームは本当に悪影響だけだったっていうふうに言われてた時代からですね、どうやらゲームが逆にいいんじゃないかっていうところに変わってきて、羽生選手はまあちっちゃい時から結構ゲームをやってですね、かなりまあ本当にすごい集中してね、本当だったらやりすぎなんじゃないかっていうのもあるんですが、逆にそのゲームをやってたことによって集中力をつけることができた、できるわけですね。で、集中力を高めるということも精神力を高めることにつながるんじゃないかっていうところが僕の説です。はい。なので、まあ、もしかするとゲームとか他のね、フィギュアスケート以外のところでも集中する負けず嫌いのところとかね、そういったところももしかすると、精神的な強さに、なんだろうに、精神的な強さを高める効果っていうのはあるんじゃないかということですね。はい。まあ、もちろんゲームの質とかにもよるんであれなんですけれども、まあ、ゲームをね、ゲームで何かそのストーリーで勝っていくっていうのは、フィギュアスケートの、そのシナリオを、フィギュアスケートのシナリオを予想して、このようになれば勝てるとか逆算してね、逆算能力、まあ、宇野昌磨選手もすごく得意なんですけれども、この逆算能力っていうのが強い。つまりゲームに勝っていくその攻略本っていうのを自分の頭の中でそのシナリオを作り出してやっていくっていうところがですね、むしろその自分がこういう風になるから分かっている、だからこういう風になればいいんだっていうのが分かるから、精神力が強くなれるっていうのもあると思います。シナリオを立ててですね、やっていくということがやはり大事なんじゃないかということですね。これはですね、何もその、まあ、シナリオを立ててお話ししましたけれども、別にそのフィギュアスケートだけじゃなくて、株とか FX もですね、シナリオを立てて、やると、やっぱり自信がついたりとか、精神的にね、強く相場にね、向き合うことができるんで、そういった意味で、それは僕もつくづくと最近感じます。はい。まあ、未来を予想する。未来が少し見えてる。未来は見えてる状況でやることができるので、まあ、自信があるということですね。まあ、自信というのは先ほども言いましたけども、精神力を高める要因にもなるので、まあ、つまりですね、まあ、自信とかね、それから、本能って言いましたけども、自信とか、それからシナリオとか集中力というのは全て精神力に高めていく効果になるっていうふうにも思いますので、羽生選手はですね、今言ったような自信、そして、自信、集中力、未来予想。この3つがですね、かなり上手に、できているとかなりかのマッチングして、高い効果がすごい上の方のレベルなので、精神力が高い選手になったんじゃないかなというふうにも思うんですね。はい、ではこれからの課題を少しお話しして終わりにしたいと思うんですけれども、この前もお話ししましたが、今現在ですね、目標の設定の仕方が非常に難しいんですよね。先ほど僕はシナリオのお話をしたんですけれども、シナリオ、どのようなシナリオを立てればいいのか本当に難しくなっています。新型コロナの影響でですね、試合が開かれるのか、この試合が開かれないのかっていうのは分かりません。なので目標設定が分からないわけです。はい、僕の動画ですね、この前目標設定が分からない時の練習の方法とかっていう動画を出したんですけれども、非常にこういう例えばじゃあグランプリシリーズが開かれるからこれに向けて頑張ろうっていう風な気にもなれないわけですね。そういったその確実に、確実っていうか 100% ではないで、よりね、いつもの年に比べると、グランプリシリーズに参加できる可能性って少ないわけですよね、いつもの年に比べると。なのでそういった意味でそういったそのシナリオが立てれない状況の中で目標設定が難しい、まあ、先ほども言いましたけどシナリオ設定が難しいわけです。そうなってくるとより一層ですね、かなり強固な精神力っていうのは求められるのかなっていうふうにも思います。ただ僕はこういう時に何が言いたいかと言いますと、羽生選手というのはですね、なんて言うんだろう、ちょっと申し訳ないね、
羽生選手はですね、状況と環境適応能力っていうのも結構強いと思いますので、周りの状況っていうのは変えられない。じゃあ僕が変えていこうっていう、その僕が変える、自分自身が変わる能力っていうのも非常に高いので、まあそういった意味でこういった状況、みんながね、平等の中でですね、じゃあこういうことをしていこうっていう頭で考える、その考えて上達するっていうタイプでもありますから、まあしっかりね、こういった難しいシナリオを立てるのが難しいご時世の中で、そのうまくね、考えて思考して、思考停止にならずに、まあ頭でね、頭脳で勝っていくっていう方向性に向かっているんじゃないかなっていうふうにも思ってます。ですので、まあ4回転アクセルとか封印する可能性があるっていう動画を出しましたけども、もしかすると、ジャンプに関してはそんな重きを置かないでやっている可能性はありますが、ただですね、まあそうじゃなくて、他の作戦で、シナリオ A、B、C、D っていう立ててですね、やっていく可能性がありますので、まあこれからも引き続き精神力の高い羽生選手が見られるんじゃないかなというふうにも思います。はい。それではですね、今日は羽生選手が精神力について、なんで強いんだろうとかね、その精神力の実態ですね、それをお話ししつつ、今後のですね、目標の立て方、シナリオのね、立て方とか、そういう精神力のね、状況とか、そういったことについてお話ししてみました。はい。以上になります。ではまた今度。